新聞の作成でその取材に行ったりパソコンで打ち込んだりして、あとオリジナルのサザレイジっていうコラムなどを打ったりしています。毎日の部活以外にも土日とかにその紙面会という三重県が行っている会がありまして、それで講師の方から学んだりとかしています。特に自分の同級生の方たちがいつもいつも頑張ってくれて、自分はめっちゃ楽させてもらってます。でまあ大変だったとことかで言いますと、まあ皆さんちょっと騒がしいぐらい賑やかなので、それをまとめるのがちょっと大変かなっていう印象です。副部長どんな人まあ特に彼女は日頃コツコツと新聞作成をやってもらってて、すごい助かってるっていうかありがたいって感じです見つめてる、かわいいってとても、まあ、かわいらしい方です。はい、全体が見えてる人です。うちだけ先輩後輩の架け橋になってくれてる人。2年の夏に和歌山の全国高等学校総合文化祭に行ったことです。班に分かれて、電車電鉄の取材して記事作って、全国のその新聞作るのが自分たちよりもはるかに上手い人たちのスキルとかをバリコに持ち帰ってみんなに伝えることができた。みんな仲良くをメインで、校内全員の人が分かりやすい新聞を作れるように。高校に入ると小論文とか作文とかの作成が増えると思って、僕文章とか作るのが苦手だったので、新聞部に入って克服というか、まあ、力をつけたいなと思ってこの部活に入りました。作文とか作るときに、中学校まではなかなか文字も出てこなくて書くのに時間かかっていたんですけど、今ではスラスラといろんなことを文章でも小論文でも書けるようになって入った甲斐があったなと思っています。楽しいところは、部員みんな仲良くて、新聞作り難しいですけど、みんなで完成された時の達成感が楽しくて楽しいです。それが記事を作っていて、なかなか文字が埋まらなくて締め切りが近づいててっていう時が一番でしたね。新聞部の目標として、もっと大きく大きな部活でなっていってほしいなって思っています。普段からこういうものを持ち歩いてますとキヤノンの 5D のマーク4っていうボディに、70-200 の F2.8 のレンズをいつも使ってます。このカメラは、高校に入学するときに買いました。それ以外にカメラ何台か持っているんですか？そうですね、レンズが、この他に3つ持っています。次回は放送部のインタビューをお届けします。お楽しみに。あっちどっちそっち ABS